皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の BMSG スケジュールをお届けします。トピックスは3つです。一つ目が先週の BMSG 情報について、2つ目が BMSG スケジュール、3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報をまとめです。この動画は b ファーストとマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。 BFirst やマーゼルのスケジュールも随時配信中ですので概要欄にリンクを貼っておきます。BMSG のスケジュールについては通常毎週木曜日に配信しておりますが前回年末年始を挟む関係で2週間分まとめて投稿させていただきました。そこから少し時間が経ちましたので今日は少し早めに今後のスケジュールをお知らせしたいと思います。 来週からは毎週木曜日の投稿に戻る予定です。よろしくお願いいたします。はい。では先週の BMSG 情報についてです。まずは X にて BMSG のグローバルアカウントがオープンしましたね。そして合わせまして YouTube ではハッピーニューイヤーフロ from BMSG ということで BMSG の所属アーティスト、トレーニーが 英語で挨拶をしてくれるという動画も公開されています。そしてかなり長いスカイハイさんの英語のインタビュー記事も公開されているんですけれども、その記事を読んでみると、やはり今年海外に何らかのアプローチをするアーティストとしては、まず筆頭に B ファーストが挙げられているということがわかります。そしてさらに、レイちゃんに関してはフィリピンがルーツにあるということであったり、彼がマルチリンガルであったりという、 そういった、れいちゃんの特性を活かして、れいちゃんについても早い段階で海外へのアプローチというのがあるんではないかなということが、この記事で読み取ることができます。いよいよ今年 BMSG が海外展開をするんだなという、その幕開けなんだなという感じがとても強くしています。そういった今後の海外展開を暗示するように、BMSG メンバーからの英語の新年の挨拶は、 みんな本当にとても英語力が上がっているなという感じがしました。もともと英語が得意なりょうきやれいちゃん、まなとなどだけでなくて、それ以外のメンバーも含めてみんなすごく英語を勉強しているんだろうなという感じがしました。トレーニーの3人もすごく英語が上手だなと思って聞いていたんですけれども、なんとルイが日本語の明けましておめでとうございますが言えなくてそこがカミカミになっているというのがとてもルイっぽくてすごく笑ってしまいました。 再生回数を見てみると、もしかしたらご覧になっていない方がまだたくさんいらっしゃるんではないかなと思いますので、概要欄にリンクを貼っておきます。はい。そしてスカイハイさん情報です。スカイハイさん YouTube にて、昨年のクリスマスイブに開催されましたスカイハイラン l a グラウンドランド100よりライブ映像が期間限定でいくつか公開されていますね。 スカイハイさんが原点に戻って開催したこのライブ、今までのいろんな思いが凝縮されていて、最後は涙なくしては見られない、そんなライブになっていたかと思いますが、こちらの映像も概要欄にリンクを貼っておきます。はい、そしてスカイハイさんのファンクラブフライヤーズでは、過去の生配信のアーカイブを一挙公開中です。今お話ししましたラウンドアグラウンド、ラウンド100については、 ファンクラブフライヤーズに加入されている方は全編無料公開中です。こちらは1月末までの期間限定となっております。はい。そしてノベルコアくんです。ノベルコアくん、本当に年末から特大ニュースがどんどんと出てきていますが、また一つ特大ニュース公開されていますね。大和ハウスさんの企業 CM シリーズにて、ノベルコアくんが作詞ラップディレクションを担当しているということが発表されております。 こちらの CM は市原隼人さんと西島秀俊さんが出演されている CM になりますが、市原隼人さんにラップのディレクションを行ったということです。本当に名だたる俳優さんたちやクリエイターさんたちの中でノベルコア君がこういった大役を担っているということで、本当に素晴らしいですね。今年は本当にノベルコア大躍進の一年になると思います。 はい。そして、コア君に関する記事が2つです。連載で掲載されているマイナビ学生の窓口ボリューム7が公開されています。そして、ローリングストンジャパンでは、昨年末に開催されました、JUICE Supported by Rolling Stone ジャパン、こちらのライブレポートが公開されています。はい。そして、アイルザ・ショータさん情報です。まず、YouTube で2つです。 エピローグミュージックビデオのビハインドザシーンズが公開されましたね。さらにスペースシャワー TV さんの YouTube チャンネルでは、オールアバート BMSG、BMSG のすべてシャープ8、アイルザショータ、こちらが期間限定で公開されています。通常はスペースシャワー TV を有料で契約されている方しか見ることができないコンテンツになっていますので、ぜひこちら今のうちにご覧になってみてください。 はい。そしてアイルザ・ショータさん、新年3つのラジオに出演しています。クロス FM1 月3日差し出語り、アイルザ・ショータゲスト出演。広島 FM1 月5日ライブトライブ、アイルザ・ショータゲスト出演。FM 山口1月6日、FMY ホームルームレディオ、アイルザ・ショータコメントオンエアです。すべてラジコのタイムフリー視聴でお聞きいただくことができます。 はい。先週の BMSG 情報は以上です。続きまして、今後10日間の BMSG スケジュールをお届けします。1月9日火曜日、本日午前10時台、b イ f m ミラクルこちらにア、アイルザ・ショータさんがコメント出演されました。こちらもラジコでお聴きいただくことができます。はい。そして、本日12時からチケット発売となりましたのが、アイルザ・ショータワンマンツアーダイアログ。 ローチキ抽選がスタートしています。21時からはブロック FM にてアイルザショータプレゼンツ愛のステーションです。本日のゲストはビバオラさんということで、今週末のイベントに向けていろんなお話が聞けそうですね。23時59分でチケットの締め切りがあります。パンドラオーガナイズドバイアイルザショータオフィシャルホームページ先行文です。1月10日水曜日、 0時には何と言ってもノベルコアルーラーズが配信リリースされます。楽しみですね。キングダム第5シリーズのエンディングテーマに大抜擢されている楽曲です。はい。そして23時59分での締め切りが2つあります。1つ目が BMSG ニューイヤーグッズ2024ということで、年始から発売が始まりました BMSG のニューイヤーグッズ、こちらの販売が終了となります。 ただし、現時点でクリアカードのコンプリートボックスがすでに完売となっております。23時59分でチケット締め切りとなりますのが、アイルザ・ショタさん出演のシガ・ビート・クルージン、こちらの一般発売分です。1月11日木曜日、15時からミュージックジャパン TV にてスカイハイスペシャル MV 特集です。 1>, 1月12日金曜日、19時から YouTube にてコアのパニックプレッシャー1分チャレンジ。20時から MBS ラジオにて同じノベルコアの独創フライデーシーズン2。23時59分まで X にてアンケート受付中です。今後ノベルコアのライブでコラボしてもらいたいものというテーマでアンケート受付中です。25時30分からは JWAV e にてノベルコアのターニングバックです。 1>, 1月13日土曜日、17時からアイルザ・ショータさん出演のシガビートクルージングが開催されます。そして18時にはスマッシュにてダンクバックルーム。20時からは YouTube にてダンク YouTube がプレミア公開されるかもしれません。23時からはテレ東系列にてぶっちぎりの放送がスタートします。こちらは アニメの中に登場する港会という会のチームソングにノベルコアの捨て頃が抜擢されています。こちらのアニメについては地上波の放送が終わり次第すぐにプライムビデオでの配信がスタートします。23時からは JWAVE にてスカイハイさんのダイブトゥ o t h ー n e w w です。24時15分からは NHK 総合にてキングダム第5シリーズの放送がスタートします。 こちらはエンディングテーマにノベルコアのルーラーズが起用されています。楽しみですね。先週放送がスタートする予定でしたが、急遽変更になったということで、今週13日土曜日の24時15分が初回の放送となります。どうやらルーラーズの楽曲が流れるのは第2話からということなので、第1話のエンディングソングは流れないということなんですが、 いよいよシリーズがスタートするということで、こちらも楽しみにしたいと思います。ぶっちぎりに関しましても、キングダムに関しましても、地上波のテレビ以外にも視聴方法はありますので、詳細は概要欄のリンクからご確認ください。1月14日日曜日、12時から TBS チャンネル1にて、スカイハイさんとマーゼルが出演した ローリングストンジャパンライブ2023特別版が放送されます。17時30分からはライブが開催されます。ビバオラ×アイルザショータということで、表参道のウォールウォールで開催されます。こちらは現在前売り券が販売中で、当日券の販売もあるようです。ただ、前売り券の方が価格がお安くなっていますので、予定が決まっている方は事前に購入されることをお勧めします。 23時59分での締め切りが2つあります。1つ目が、アイルザ・ショータワンマンツアーダイアログ、ローチケ抽選分です。もう1つが、ビバラロック2024第1次先行販売ということで、今年も来ましたビバラロック。現時点ではスカイハイさんとアイルザ・ショータさんの出演が発表されています。 ただ現時点ではまだ何日に出演するのかということが発表されておりませんし、今年ももしかしたらビーファーストやノベルコークの出演もあるかもしれませんので、ビバラロックに関してはまだまだ未発表部分もたくさんありますので、今後の動向に注目していきたいと思っています。24時からは FM802 でスカイハイさんのダイブトゥーザニュー n ールドです。1月15日月曜日、19時から ミュージックジャパン TV にて、スカイハイスペシャルミュージックビデオ特集です。1月16日火曜日、23時59分でチケット締め切りとなりますのが、ノベルコアくんが出演します、メイクアブーム、シャープ6、スパークル。こちらのファミリーマート2次選考分が締め切りとなります。1月17日水曜日、ついに来ました。19時から、ノベルコア、 ワンマンライブ、アイアムザが日本武道館で開催されます。つい先ほど、ノベルコアくんがライブの所要時間は約2時間15分と情報を発信してくれていましたので、そちらも付け加えてお知らせさせていただきます。このライブが開催されるということが発表されたのがちょうど1年前となりますが、ついにこの日が来ましたね。 発表された時からこのライブのタイトルが I am the ということで何が続くのかということが個人的にはとっても気になっていますがおそらくこのライブで明かされるんではないかなと思いますトラブルからアイコンを経て2024年そして今後ノベルコアが提示するものが何なのかということがこのライブで解き明かされるのかもしれないなと思っています1月18日木曜日 この日は118、BMSG のラッパー3人組のお誕生日ですね。ノベルコアくん、ファーストソータ、そしてエディーボーイ、おめでとうございます。18時でチケットの締め切りがあります。スカイハイさんとマーゼルが出演する福岡ミュージックフェス2024の一般発売分です。 そしてこの日23時59分で配信終了となりますのが、フール u s t で現在配信されています。ダンクショーケース in 京セラドーム大阪 d a y 1、こちらが配信終了となります。1月19日金曜日、18時から NHKBS で放送されます、ニュージェネシャープワンにノベルコアが出演します。 こちらは新しい番組となりますが、その第1回目のゲストとしてノベルコアくんも出演するということで、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、そして19時からは YouTube にてコアのパニックプレッシャー1分チャレンジ。同じく19時から Hulu ストアにてダンクショーケース in 京セラドーム大阪の Day2 の配信がスタートします。見逃し配信は2月3日までです。 20時からは MBS ラジオにて同じノベルコアの独創フライデーシーズン2が放送されます。25時30分からは JWAV にてノベルコアのターニングバックです。はい。今後のスケジュールは以上です。最後に BMSG アーティスト出演予定ライブの情報をまとめに行きます。新しい情報が2つです。 一つ目、3月3日日曜日、メイクアブームシャープ6スパークル。こちらにノベルコア君の出演が発表されています。場所は豊洲ピットです。チケットは1月16日までファミリーマート二次選考受付中です。次のページに行きます。先ほどもお話ししましたが、今年も5月3日から6日まで、ビバラロック2024が埼玉スーパーアリーナで開催されます。 チケットは1月14日まで第1次先行販売先着順となっております。ただし先ほどもお話ししましたが、現時点では何日にどのアーティストが出演するのかということが発表されておりません。現時点では BMSG からはスカイハイさんとアイルザショ o タさんの出演が発表されておりますが、昨年はノベルコア君くんやビーワーストも出演しましたので、今年も出演があるかもしれませんし、 もしかしたら他のアーティストが出演するということもあるかもしれませんので、今後のビバラロックの動向に注目していきたいと思います。そして、アイルザ・翔太さん、昨年は屋外のフリースペースでの出演でしたが、もしかしたら今年は屋内の有料エリアでの出演になるのかなと、そちらも楽しみにしているところです。はい、以上です。 今年も年明けすぐから本当にいろんな情報がたくさん入ってきていますね。アイルザ・ショウタさんは1月5日にデビュー2周年を迎えて3年目に突入しています。全国ツアーやファーストアルバム、オーガナイズイベントなどを経て、来年の東京ガーデンシアターに向けて飛躍の1年になるんだろうなと思います。そして今週は何と言ってもノベルコアくんですね。 ノベルコア悲願の日本武道館公演までついに残り1週間となりました。コアくんのドキュメンタリー番組ロードトゥー武道館では、ウィル・ラビッツの皆さんと苦労する姿も描かれていましたけれども、そういった経験を経て、チームコアが日本武道館に立った時にどんな姿を見せてくれるのかというのが本当に楽しみでなりません。そしてノベルコアくんはアニメのテーマソングも2つ担当していて、 とても大きな CM のお仕事も担当しているということで、とにかくものすごいスタートダッシュになっているなという感じがしますが、この1年間でノベルコアというアーティストがまた本当に大きくなっていくんだろうなという、ワクワクする情報がたくさん解禁されていますので、その歩み一歩ずつをまた皆さんと一緒に応援していきたいなと思います。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。